大英時代の鹿児島谷山店イオン。鹿児島谷山店は、鹿児島県鹿児島市南坂5丁目にあった、大型商業施設である。1996年3月31日に、ハイパーマート、鹿児島谷山店として開業。その後大英鹿児島谷山店となり、現在の店名となる。2017年1月31日をもって、閉店した。建物は、 地上5階建て。開業当初は、ハイパーマート、鹿児島谷山店で、九州で3番目に誕生した、ハイパーマートだった。開業当初の売上目標は63億円。かつて株式会社上山観光が、当店の土地を所有していたが、民事再生法による再建で自社の土地とともに、売却された後に、再び土地と建物は、賃貸に戻っている。 2002年9月1日に大英に改名している。2015年9月1日にイオン九州に同店の営業権が承継され、イオン、鹿児島谷山店となった。2016年8月12日にイオン九州及びイオンストア九州は、鹿児島市南部の大型商業施設の競争激化による環境変化により閉店を判断し、 土地建物の賃貸契約期間が満了する2017年1月31日をもって閉店することを発表した。ピーク時年間80億円を売り上げていたが、近年は約4分の1に減少していた。跡地は、鹿児島特集会病院が移転先として取得し、2021年12月に新病院の開院が予定されている。 出店全店舗一覧は公式サイト、ショップリストを参照。ありがとうございます。